んにちは、ドラムのランナです。この度はクラウドファンディングご支援ありがとうございます。ということで早速解説動画を始めていきたいと思います。わー、じゃあまずは脳札ジャンキーからね、1曲目から順番にやっていこうと思います。この曲はですね、あの A メロと B メロでボーカルがトーキングって言ってめっちゃ喋るという感じのね、歌い方、うん、してるので、なるだけそれがライブとかでもこう聞こえるように、ちょっと普通の A メロを演奏する時よりもちょっと音量バランスに気をつけながらやってます。そしてこの曲はですね、シンコペーションといって、あのクーね、ズンダンズズダズングダンズグダンみたいなクイのリズムがあったりなかったりね、この曲を編曲したパープルヘッドサキちゃんの手癖で食ったり食わなかったりしてるので、そこに気をつけてやれば OK な曲なので、サビ終わりぐらいまでやってみます。